教育に携わる者としてあるまじき許されざる行為であり、心より深くお詫び申し上げます。昨日謝罪の文書を掲載したのは大手中学受験塾四谷大塚。なんと社員が業務中に生徒を盗撮していたことが判明。しかもメッセンジャーアプリ内の十数名の限定グループにその画像を投稿していたというのです。四谷大塚はこの社員を懲戒解雇処分とし警察に通報。現在捜査を進めているそう。子どもへの性犯罪を防ぐことはできないのでしょうか。そんな中、今国が議論を進めているのが教育保育施設等や子どもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等について証明を求める仕組み、いわゆる日本版 DBS の導入に向けた検討を進める。日本版 DBS。 イギリスの制度を参考にしたもので、子どもに接する職業に就く際は性犯罪歴がないことの証明を求める仕組みのこと。日本でも秋に予定されている臨時国会で関連法案の提出を目指しているのです。しかし今月立ち上がったのはこんなネット署名。日本版 DBS は子どもと関わる全ての仕事を対象にしてください。実は一部の報道によると、日本版 DBS の対象が保育園や学校に限定される可能性が報じられ、疑問の声が噴出したのです。学習塾やスポーツクラブなども含めたあらゆる場面において、子どもを性犯罪から守ることができません。ただ慎重論も。更生する可能性、更生後の人権も守りたい。プライバシーの侵害にはならないのか。果たして日本版 DBS の対象はどこまで広げるべきなのか、どうすれば性犯罪を防げるのか考えます。はい、益若さんいかがですか。はい、私はその日本版 DBS の導入は賛成ですし、極力子どもに関わる全てのもの、まあどこまでの範囲かわからないんですけど、その学校とか保育園とかに限らず幅広いものに制限をかけてもいいんじゃないかと私は思ってしまうんですね、うん、で基本的にその犯罪を過去に犯してしまった人がもう二度と社会に復帰できない環境は極力なくしたいと私自身は思うんですけど、そのまた窃盗だったりとか過去 の, その貧困問題だったりとか環境によって起こしてしまった犯罪と、またなんか性犯罪って自分の中ではなんとなく別物なのかなと思っていて、で社会復帰ができないとしても子どもに関わらないお仕事ってたくさんあると思うので、わざわざ子どもに関わる職業で働けなくてもそのまた差別にはつながらないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、確かにどこまで個人の情報が出てしまうとか今度差別がどうとかいろいろ問題はあると思うんで、確かに慎重にはなるなと思うのでいろいろ聞いてみたいと思います。はい、そのあたり、ね、聞いていきたいと思います。ではゲストをご紹介いたします。来年渡米するにあたって娘さんを通う学校を探していたところ、学校から性犯罪者のリストがあると知らされて驚いたという、フライト先生という名前でも活動されています小児科医の今西陽介さんです。今西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、VTR でも見ていきましたけれども、小学生向けの進学塾四谷大塚の講師が女子児童の盗撮を行っていたとして懲戒解雇になりました。でこれ盗撮を行うだけではなくて SNS のグループに投稿してですね、それをシェアしていたと。でそのどの子がいいかっていうなんか投票まで行っていたというようなそんな一件なんですけれども、今西さん、小児科医という立場でこの一件はどうご覧になってますか。はい、ありがとうございます。小児科医の立場でもそうですけど、まあ、僕も3姉妹の父親としてやっぱりこういったことがあると、まあ、習い事もたくさんしてますし非常に不安ですよね。
で、まあ、あの塾って結構、まあ、閉鎖的な空間で、さらにもうあの先生とあの生徒という、まあ、あのちょっと力関係が入ってしまうので、まあ、それ子どもの性被害の特徴の一つなんですよね。なので、まあ、怒るべくしてちょっと怒ってしまったかなという気がします。まあ、この一件に対して四谷大塚なんですけれども、教育に携わる者としてあるまじき許されざる行為だと心より深くお詫び申し上げますとして、まあ、今後生徒や家族へのケアを行うというふうにしているんですけれども、こういった盗撮だけではなくて SNS を使って例えば裸の写真を送らせるですとか、まあ、デジタル性被害ですね、あとは SNS で子どもを手なずけて性暴力を行うと、まあ、こういったことも問題になっているわけですけれども、陳翔さんどう考えてますか？これあの、まあ、私も全部に適用するべきだと思ってて、あとはそのフリーランスで得られている家庭教師の方とか、あのマンツーマンでご自宅に来るとか、そういったその未成年を対象とする、まあ、子どもと付き合う仕事に携わる方を結構免許制にした方がいいのかなとは結構思ってるんですよね。まあ、そのどこまでこう範囲を広げるかという、ね、話になってきてますけれども、例えばですね、あの今日本版の DBS を創設しようということで、まあ、法案の整備が検討されているわけですね。で、あのこの背景には、特に子どもへの性犯罪というのは再犯率が非常に高いと、他の性犯罪と比べても非常に再犯率が高いということで日本版 DBS を創設しようということなんですね。はい、今グラフ出てますけれども、単純強姦ですとか強制わいせつと比べると小児わいせつ型というのは同型性犯罪前科というのが 84% ということで非常に高いということなんですよね。で、こういった背景を受けまして日本版 DBS、 これもともとイギリスの制度なんですけれども、まあ、子どもを一緒にする、子どもと一緒に仕事をするものにこうつきたいと思ったときに、あの DBS という犯罪例を管理する機関に問い合わせると、でその機関が無罪証明書を発行してそれを提出して初めて、職に就けるというものなんですけれども、今西さんはこのDBS についてはどう考えてますか？はい、まあ、あの DBS っていうのは、まあ、結構世界でもあのよくあの採用されている、まあ、あのシステムなので、これが日本版ということで、取り入れられるのはいいと思います。で、日本版ってされているのはイギリスと違うのはですね、あの無罪証明書を発行することなんですよね。つまり、まあ、犯罪歴があるかないかっていうことよりも、私はこういう犯罪をしてないですよっていう、まあ、証明書を出してくださいっていうのが、まあ、日本版の DBS の特徴なんですよ。なので、まあ、そこら辺がちょっと違うんですけど、やっぱりこういうあの事件もありますし、あの先ほど言ったようにこうグルーミングの中で起きてしまうっていうのが、まあ、小児性犯罪の特徴なんですよね。大人の性犯罪はこういうことないんですけど、子どもの性犯罪っていうのはもうかなりの時間をかけて、かなり仲良くなってから加害するっていうパターンが多いので、なので非常に必要なあのところかなと思います。子どもに携わる仕事にとっては、例えばその子どもが相手というところでなかなかこう察知しづらいというようなところもあるんでしょうか？そうですね、また後で出るかもしれないんですけど、やっぱり家族内、あの知らない人についていくなっていう昔指導あったと思うんですよ、子どもさん。で、あれはちょっとあの誤解があって、実はその小児の性被害って、まあ、あの知ってる人、まあ、あの知り合いの人が多いんですよね、加害者が。なのであの家族とかの加害が多くてですね、でやっぱりこうその関係性の中に、あの加害者と被害者の関係性の中にですね、その性犯罪が生まれてるってことがあるので、なのであの、まあ、発覚するまでに大体平均して12年かかるっていうあのことも言われてますので、なのでなかなかやっぱり潜在化されにくい性犯罪だと思います。うん、今あの出てますけれども、実際にこう性加害の加害者となるのはこう第三者よりも家庭内の方が多いと、まあ、実際の父親ですとか、まあ、そのまあ、親戚の男性ということが多いということで考えると、まあ、現実問題この DBS がどこまで機能するのかという議論も、ね、当然あるわけですけれども、パックンさんいかがですか？まあ、言いたいこといっぱいありますけど、あのまず大前提として、この中学生高校生が性的対象になるあの文化時代に問題あるかと思うんですよ。そうやって SNS でなんかグループ作って投稿してみんなでどっち誰が可愛いみたいな、そういうあの話が存在するというか許されると思っている時点で問題だと思っているんですね。あの日本は全体的にこう何ですか、子供っぽい人が
セクシーと思われているそういう背景があるから、そこからも先生しなきゃいけないと思うんです。でもそれを置いておいて、この DBS 導入においてはまあ悪くないと思うんです。職業においてで無罪証明書というこの仕組みが必要かどうか、単純にリストを作って事業主が問い合わせて載ってなければどうぞ採用しますという形でもいい、イギリスと同じような形でいいかなと思うんですけど、運営上で最も大事なのはこれ公開しないことなんですね。この DBS を管理している局所だけがその犯罪歴を持っている人の情報を握って、それが外に出回らないことがすごく重要なんですね。だその、まあ、性的犯罪者 のプライバシーを守ってどうするんだという声はあるかもしれないですけど、守ってあげないと逆に犯罪率が上がるというアメリカとかイギリスの例から、の研究結果はあるんですね。その公開されたことによってむしろ世の中が暮らしづらくなって塀の中の方が楽だと思ってしまうぐらい追い詰められてしまうと犯罪率が再犯率が上がるという恐れはありますから、その情報をきちんと守る、そういう職業に、つくことを防止しながらもとりあえず更生のチャンスを与えるという、そういうバランスがすごく大事かなと思いますね。今回その一部報道で見てみると、こう補習みたいな形で個別で呼び出してそこでこう盗撮してたみたいな報道もあって、まあ、本当にこう悪質だなというふうに思うんですけれども、まあ、一方でそのこの懲戒解雇された人をこうフォローするつもりは全くないんですけれども、その、まあ、実際にこうスキンシップとこうボディタッチの境目ってすごく難しいところもあるのかなとは思っていて、その実際普段こう報道情報番組でリポーターをやってるとこう、まあ、実際にこう性犯罪者として、まあ、警察に検挙されましたと。で実際にこう現場取材してみると周りの評判がすごく良くて、すごくいい先生で、すごく子どもたちからもこう好かれてて、ただそのある方、両親の方がこれは性犯罪じゃないかということで警察に通報して検挙されてしまったという事例もあるので、こう一概にこの、まあ、性犯罪として警察に検挙された事例でじゃあもうそれで終わりですと、あなたも教育者にふさしくありませんという烙印を押すのが、まあ、どうなのかなというのは個人的には、うん思うんですけどね。今回のこの議論の中心になっているのがじゃあ性犯罪だけでいいのかと、他の犯罪はどうなのかとか、この、まあ、どうなのかってね非常にこう難しいところもあるわけなんですけれども、まあ、今回一番大きな焦点になっているのがこの日本版 DBS の線引きですね。対象職業をどうするのかということで、今一部報道で、まあ、子どもと接する仕事のうち教師、幼稚園、保育園の先生は DBS の対象です。でそれ以外の家庭教師ですとかベビーシッター、それから今回事件というか一件が起きてしまった学習塾の講師も対象外になるのではないかということなんですが、この線引きについては増若さんどうでしょう。私は実際息子がいるんですけども、子供を持つ親としてはもう全てを対象にしてほしいぐらいやっぱ心配にはなってしまいますね。でちょっと話はそれるんですけど、私自身4歳とか5歳ぐらいの時に外に一人で遊びに行っていた時に知らないおじさんに声をかけられたことがあって、でよく学校とか親に知らないおじさんに飴をもらっちゃいけませんっていう教育をされていたんですね。でそっか飴をもらっちゃいけないんだって思ってたんですけど、私はその時おじさん知らないおじさんに道を教えてほしいって声をかけられて、で知らない人に道を聞かれたら教えてあげるっていうのはやっぱ小さい時から思っていたことなので、あ分かった教えるよって言って、じゃあおじさんと一緒にちょっとついてきてほしいって言われて、近所のすごい垣根の高い畑のところに連れて行かれて、でそこで今からおじさんがおしっこをするから見ててほしいって言われたんですね。で幼い私は意味も分からなかったんで、分かったって言ってそのおじさんがチャックを下ろしておしっこするのをずっと見てたんですよ。でその後におじさんに手を引かれて、じゃあ一緒に行こうかって言われて手を引かれてついていこうとした時に、うちのお母さんがたまたま多分私がいないという異変に気づいて、翼って大きな声で呼ばれたから、あお母さんに呼ばれてるって言って急いで家に戻って、でお母さんに何してたのって言われたから、いや知らないおじさんに道を聞かれて、おしっこしてるの見てたら何やってんのってすごくめちゃくちゃ怒られた記憶があって、でもその時のこう4歳5歳ぐらいの私からしたらなんか正しいことをしてるって思っていて、
その大人の方に頼られて、うん、お手伝いをしてあげてるっていう気持ちが強かったので、そんなになんかなんで親に怒られたんだろうってその時は思っていたんですけど、今思えば本当にお母さんがその時たまたま声をかけてくれて、うん、今もしかしたら私はここにいなかったかもしれないなって思った時に、やっぱり子供はその時自分で自分を守れないと思うんですよね。それか何が正しいとかってやっぱ親とか周りの方の教育でどんどん子供は学んでいくものだと思うので、そうなった時にやっぱりこう働ける対象を大人たちが守ってあげる、まずは、うん、まず自我が芽生えていない子供たちをしっかり守ってあげるってことは大切だと思うし、その子供がいるじゃあ社会で働けないじゃないかっていうこともあると思うんですけど、やっぱ被害に遭われた方の一生を考えると、その方たちの気持ちよりも子供が関わるところで働けない性犯罪を犯した方の方が私的には、うん、なんか大したことないんじゃないかなって、被害に遭われた方の方がやっぱ人生的にはすごく比重が大きいのかなって思ってます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。